へぇ、これが今回の伝説ポケモンか。どっちもかっこいいな。古ライドンと未来ドン、過去と未来がストーリーに関わってきそうだぜ。ライドって文字があるので乗り物になる説もまことしやかに囁かれていますね。うおぉ、早く使いたーい。ま、SV で伝説ありランクまだあるって保証はないけどな。そんなー、じゃあ何かのバグで剣盾で使えるようにならない？なるわけないよね。特に古ライドン、お前古ライ名乗るなら過去のゲームにも出てよ。その理論は横暴すぎ。なんかポストに届いたな。古ライドン未来ドン、先行使用券29,800円。マジで？やったー。グッドタイミング。そんな家電みたいな値段で売られてるもんなんだ。うおおお、古ライドンに乗ってライディングデュエルするぞー。すみません、この世の中間違ってないですか？もし過去に戻れるなら、あの時の自分に買うなと言いたい。どうも霊夢です。タイムマシン、あるけど使う？なんであるんだよ。うおおお、ガタだねー。わかった。SV 記念でコスプレしてきたわ。あー、運命を変えるためにタイムスリップするもの、霊夢。これ実質東京リベンジャーズだろ。もう諦めろ、諦めてドン統一をやろう。お前らにドンついてたら首を縦に振ったんだけどね。うるぜえ。ルフィやめろ。そもそも、俺はボセチャンネルの相棒枠、一番上に配置されてるし、オサみたいなもんだ。じゃあ、ドンだよね。このおさ首にするか。下克上やめろ。僕はスマブラでドンキーを使ってる。じゃあ、ドンだよね。それはお前じゃなくてドンキーがドンなんだろ。まあ、もう買っちゃったものはしょうがない。他の4人はドン統一としてまともだし、こいつらメインでやって抗争しよう。ところで、古ライドンってジュラ紀の俺に対して敬意がなってないと思わない？ごめん、3体だけだったわ。先発はヒダルマに対してトリルがハリタイポリツー、控えはマッシブーンと、大海王が最終兵器トリトドン。ふ、バトルメイクは僕に任せて。すっぴんよりひどくなってますよ。正直、自分のこと未来ドンより強いと思ってる。イキリオタクレベル X。こんなんでも実力だけはあるので、対戦、よろしくお願いします。生きる理由があるオタク、どうも生きりオタクです。ないオタクの方が少ねえだろ。似ちゃってる間に、特性がゴリム中に。ちなみにみんな、ゴリム中って英語版だとなんて名前になってると思う？え？英語問いからわからんな。というわけでネイティブの方に教えてもらいましょう。どうぞ。I'm a handsome Pokemon Polygon 2。助っ人外国人はクポリツーじゃねえか。ゴリム中は英語版だとどうなってますでしょうか。ゴリラタクティクス。なんで無駄にかっこいいんだよ。いやでもそれ直訳するとゴリラ戦術だからね。つまり今、僕はゴリラタクティクス。自然界の力、思い知れよ雪だるま。すごいや、喋ってるやつは人工ポケモン。てか、ゴリム中って同じ技しか使えなくなるから、単純にデメリット特性コピってね。何笑ってんだよ。ヒダルマはトンボ帰りで帰りました。これがあるから初手にマッシブーンを来たくなかったんだよね。助け潰れるの虚無いしな。うおお、トリックルーム展開。ところで僕、トリルしかできなくなっちゃったんだけど。一生部屋を作り続けるポケモン。これもマインクラフターだろ。まあいいよ、海王が出てきたからどのみちトリトドンに交代だし。さあ海王がよ、うちのトリトドンを突破できるかな。トリトドンスポンジボブ説。ドン統一、本当にトリトドンに助けられてる。こいつがいないと海王ががしんどいからね。グラードンもトリトドンがいればあんな惨めな写真流出しなかったのに。この規模は水吸いすぎて破裂しない。新作カービィみたいになればセーフ。漏れてるよね。やっぱりマグマ団が正義、大地の力を見せてやれ。なお、マグマ団有利とわかり海王が逃走。うろよ、ビビっちゃったね。もしかして幹部の方ですか？ちなみにボスは、これね。どう考えてもアクア団の方っぽいけど。ちなみに僕は、これね。岩倉使節団やめろ。はい、トリルのおかげでヒダルマは崩壊確定。ヒダルマが崩壊すれば、ポリツーがバカにならなくて済むね。バカにはなりませんが、あんま意味ない特性のオントレードな気がします。物理技は何がありますか？悪あがきです。帰ってください。今日はクニック中止だな。泣かないで。ポリツーのせいじゃないよ。いいやつすぎだろ。さて、裏ではトリルカで先制したトリトドンがヒダルマを突破しました。海王側トリトドンがいればなんとかなるので注意すべきは、まだ見ぬ3体目。サンダーか。サンダーもトリトドン突破できなくね。なんだこのトリトドン無双会は。トリト。つまんなくてあくび出てますよ。今日は雨だからよく滑るね。サンダーはボルチェン持ってる可能性あるけど、地面が入ってるトリトドンの前では打てない。強すぎー。なおサンダー、混乱運で見かける模様。この顔見てみてよ。混乱するほど何かを思考してそうですか。あれで、眠った後はどうするの。羽休めされると TOD 勝負になって動画になんなくなっちゃうから。マッシブーン出します。グッバイ正常なドン統一。こんにちは異常なドン統一。
過去、参上。俺がこのチームを、ドントーイツを勝利に導く。無理にワンピっぽくしなくてええんやで。無理にせないぞ。俺ゴムゴムの実の能力者だし。嘘は良くないよ嘘は。ほんとだぞ。ほら俺伸びてるじゃん。それはもう JK 側の能力なのよ。オッケー、半分いってる。あ、おはようさんだ。やばくね。俺の辞書に、向かい風という文字はない。その程度の困難はそよ風と同義だからな。へえ、かっこいいこと言うじゃん。飛行4倍なのに。んじゃ、最後海王がだし、トリトドンに再度交代する。しない。え？俺はまだ、助けが余っている。つまり、どんなことがあっても2回は動ける。海王がオカルマッシュ軍、見たくないか？別にそこまで。はい、生意気ユマリサにはコライドンの力によって過去の黒歴史を発掘させていただきます。威力999のチート技やめろ。ん、なぜか俺の方が早いけどまあ考えなくていいか。HC ベースの直帰海王がとかなんですかね。そんな奴が俺に勝てるとは思えんな。いくら雨降ってても、お前の技で俺を助け圏内まで動かせん。余裕で助け圏内なんですけど。だって、俺ゴムゴムの実の能力者だから水苦手だし。都合のいい時だけ能力者になるな。まず能力者ですらないしね。対戦、ありがとうございました。次は別のドンにも活躍してもらおう。そうしよう。ドンファンとか？いいね、ドンファン好きだし、使いたいわ。相手のパーティー紹介。イエーイ、オーロンゲ。悪いな、俺ドンじゃないから。マホイップ。ドンでも食ってろ。俺は今日。コライドンとミライドンにイチャモンをつけるために来た。つけるなよ。だが、目的が変わった。あいつらを起こす、俺の最強必殺技、巨大減衰でな。あいつらには効かなくね。なんで、なんで巨大減衰はこんなとこでも不遇なんだよ。タイプ相性だから仕方なくね。虫タイプの方が終わってるから。はい、間接的なマッシュ分微数いただきました。今日は大変ですね。先発はゴリラ以外ならなんとかなるグラードン。控えはポリツーと、怒りに燃える男、ジュラルドン。この怒り、俺が SV 内定したら収まるかも。確定要素すぎるストレスケアだな。PV にミグリムのシールあったしさ、上の存在っぽいロンゲファミリーも出れないかな。まだシールだから確定じゃないんだな、これが。対戦、よろしくお願いします。相手の先発はオーロンゲでした。とりあえず初手は捨てろでいいかな。このグラードンはサポートしてもいいし、いざとなったらトリルで暴れるくんなのだ。グラードン、検索候補、かわいそう。あ、怒りでフィールドが熱くなってきた。このパーティーカルシウム足りてなくね。これじゃあステロが負けませんね。困りました。元から晴れを利用する気はないからターンはかかってもいい。オーロンゲを突破するぞ。くらえ、断崖の剣。すまん、そのグラードンの攻撃低くないか？ HD ぶりだからね。海王側にワンパンされたくない意志だけは感じる。まあオーロンゲ側も打点に乏しいと思うので、グラードンは最悪起点回避だけできればいいから、まだ大丈夫かな。壁のターンはしっかり稼ぎたいですね。くらえ、断崖の剣。なんだこのゴリラ。これは完全にグラードンを倒しに来てますね。くそー、これはゴリラが交代読みでグラスラを打たないことにかけて、オーバーヒートでも打っとくか。でも壁ありますし、どの道起点になっちゃう気が。ふ、このグラードンはリザードンの起点を作るために生まれた、バッシュファック型だ。オバヒを打てば自動的に退場できる。有利なジュラルドンかポリツーを自然に出せる。おお、強いかはわからんけどなんだか面白そうだな。ぶっちゃけ熱い岩の方がいい説あるけど、これはこれで面白い動きができるのだ。は？グラードン退社できないじゃん。しかもサービス残業という悪質さ。どうすんのこれ。ただの特攻下がった怪獣になっちゃった。これはもう仕方ねえ。ポリツーに交代して無理やりトリル張る時が来たんじゃないか。おい、働け。へいへい、イケメン、ケイドン。というわけで、今から草を生やします。一発ギャグ。続きまして、ショートコント。もうやめよう。というかゴリランダー挑発持ってますね。どうして2体目も持ってるんですか。今日は鬼集団。クソ、トリルが晴れねえ。ポリツーの耐久があればゴリラは倒せると思うけど、もうザシアン対策はグラードンに丸投げなんだぜ。へえゴリラ、ミライドン役の僕をたやすく倒せると思うなよ。未来の存在は過去のものより。お前
前だけは絶対に許さん。ダメだ、あれはもう未来とか一切考えてない。あるのは復讐の意思だけだ。斧が罪をあがなえ、ゴリランダー。本当にブチギレすぎだろ。やばい生物の産声を聞いてしまったね。うちらの選出、3人中2人復讐の念で燃えてるんだけど、大丈夫か？触らぬ神にたたりなしですよ。とにかく凍ってくれたのはバクアド。トリルが晴れるようになるまでは居座り、張った後はジュラルドンに交代しよう。ジュラルドンはどうでもいい。僕一人で全員潰す。俺、もう復讐とかやめるわ。自分の感情がちっちゃく思えてきたんだな。このターンで挑発が切れるから、ポリス、いつものお願いね。と、そこに駆けつけてくるオーロンゲ。挑発が挑発しに来たぜ。つまんないギャグ言ってるか潰すぞ。いやでもさっきあんたもギャグ滑ってたよね。奇跡と一緒に記憶も叩き落とされました。お前ファミコンか？裏がゼクロムだったら、そのまま勝てそうな気がする。どうもジュラルドンです。大ドラグーンで A 下げまくれば総攻撃でいけそうだもんね。大ドラグーンじゃなかったわ。巨大元帥のせいで負ける可能性あるってマジ？マスダなんとかしろ。マスダさんゲイフリ退社したから言っても無駄だよ。え、マスダさんゲイフリ退社したの？オーロンゲは挑発から入ってきました。リフレクターを張ってこなかったので、ラス1ガシアンをグラードンが倒せないことはなくなったと思います。グラードンのことより、目の前にいる奴を煽りたかった。これだから挑発はダメ。あ、お前数年後ハゲる呪いかけといたから。別に異常で神ないし。キバナが。ポーズの方がリージョン枠で内定しやすいかもよ。そんなわけねえだろ。さあ問題の3体目、誰が来るか。か、カメックスー、伝説一体もいなかったけん。あれ、これから破されたら相当ヤバいのでは。ジュラルドンの削り力にかかってるな。ふ、俺はタイプ的に水タイプに強い。さらに、10万ボルトもソーラービームも完備してる。カメックスー、お前は絶対に俺が倒す。さあ、ここ最近ジュラルドンの出番が多いせいか見慣れてきました巨大ジュラルドン。逆にこの後は出番は減ると思うけどね。ちょっとそれは引き捨てならなくね。まずい、半分しか削れてない。通過第3ダーより大草原の方が威力高いんだから、そっちにすればよかったのに。あ、じゃないかそれ全般行為だよね。大草原は撃ったら体力回復しちゃうから、全般マンはジャムおじさんに改造されるとして、カメックスはセオリー通りからヤブをしてきたので、しかも白いハーブで耐久の低下をチャラにしてきた。さらにトリルはもうこのターンで溶ける。ポリス早く次のお部屋紹介してよー。6月は物件数が少ないオフシーズンとなっておりますので、ご期待に添えない可能性がございます。じゃあ作れ、僕が控えにいるから無理だって。頼む、なんかのバブで落ちてくれ。おい、これ大草原だったらいけてたじゃねえか。すみません、始末書の書き方教えてくれませんか。ある意味覚悟決まってるな。通過中途半端に残っちゃったせいで激流圏内っていう。まあでも半分以上耐えてるからいけるとんねえ。やはりちょっとタイプ相性は偉大だ。巨大砲撃とかふざけんなよ。巨大元帥に謝れ。大ストリームでもどっちみち落ちてたから結果は何も変わんないんだよな。もうやけくそで巨大元帥をしました。やけくそすぎだろ。霊夢さん、こっから勝てる方法って果たして存在するんですかね。巨大砲撃は追加効果が鬼強いけど、天候を変えられないっていう弱点がある。だからここでギラードンを出して晴らす。晴らして大魔を枯らせばポリツーが耐えてくれるかもしれない。全てはポリツーの耐久力に託されたってわけか。さあカメックス、ドン統一はまだ諦めちゃいないぞ。私たちの未来は太陽のように明るいからな。あ、ぴょ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 。霊夢壊れちゃった。終わった、何もかも。たとえ天候があられても、僕たちの未来が曇ってても、絶対に、諦めないぞ。ガラルの平和をガメラから守るイケメン。三重、劇場、独壇場。かっこいいコンボのパターンもあるんだ。カメックス、お前のダイマックスはこれで終わりだ。そして、後ろのゴリラが凍ってるから、僕が攻撃を耐えれば、君の負けだ。とはいえ激流発動、C2 段階アップのカメックスです。今回 HB 型ですし、あまりにも不安です。僕は、最強ポケモンポリツーだー。そういえば、奇跡叩き落とされてたじゃん。耐えるわけがなかった。クーサ。ぶっ飛ばすぞ。